はい、皆さんこんばんは。本日ね、ムービックス磯焼きで映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。お母さんが一緒ってことでね、こちらの映画を見てきましたと。で、チケットはね、こちらになります。まあ、このね、お母さんが一緒っていう映画はね、なんかね、舞台を映画化したそういった映画みたいですね。まあ、家族って煩わしくて厄介で、それでもやっぱり愛おしいということなんですけど、で、まあ、母親を連れて温泉にやってきた3姉妹、楽しいはずの旅はいつか壮絶な姉妹喧嘩へということで、まあ、まずね、その長女にね、江口のり子さんがいることが分かるように、まあ、とにかくギスギスしますねで、物語はですね、この3姉妹がお母さんの、ね、母親、まあ、一応ね、最初の車に乗ってる時は一応映るんだけど、まあ、基本的に出ないですね。お母さんは来てはいるっていう設定なんだけど映らないって感じになってます。主だったのはこの3人ですね。3姉妹が泊まる部屋ですね、泊まるその温泉宿の部屋でいろいろね、起こるそのトラブルじゃないけど会話劇みたいなところですね。そういった感じになってます。まずこの宿にやってきて、まず部屋に入ってくるのがこの2人ですね。長女と三女ですね。長女と三女の2人が宿に入ってくるわけですよ。そうするともうこの長女がぐち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 言うわけですね。まずこの宿を選んだの何みたいなこと言ったりで、畳がなんかカビ臭いとか言ったり、あと温泉見たって、温泉ね、男の方が広いけど女のは狭いのよみたいなこと言ったりとか、とにかく聞いてるだけで嫌になってくるようなね、もう嫌味をネチ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 言うんですよね。で、それをね、今回のこの旅行主催したのはこの次女の、次女なんですよ。なのでいつもあの子はこういうとこが失敗するみたいなことをね、ぐっち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 言うんですよ。で、それをね、この三女は聞かされるっていう三女はね、おとなしく聞いてるって感じ。なので結構ね、この三女はこのね、2人から気に入られてるんですよね、長女次女から。ただこの長女と次女がね、合わない合わない、本当に合わない、とにかくあんたはダメなのよっていうこの長女ですね。あんたはこれだからダメなのよっていう長女と、それに我慢できない次女ですね。で、それで次女が入ってくるわけですよ。で、次女がその隣の部屋でお母さんがいるわけですね。お母さんいる部屋でそのお母さんのことをいろいろやって帰ってくるわけですよ。そうするとこの次女は愚痴るわけですね。またお母さんはいつも愚痴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 、なんであんなにネガティブなことしか言わないのっていうね、本当にポジティブなことを言わないっていうことを愚痴愚痴言うわけですよ。で、それに今度はね、長女が乗っかってくるわけですよ。本当よねみたいな、お母さんいつもそう言うよねって、今まで自分が言ってたじゃねえかみたいなで、その要するに次女の言うことを聞いてみると、この長女は本当にね、その母親のなんかね、性格のコピーみたいな感じなんですよね。同じこと言うわけですよ。母親が言ってたことを本当に同じこと言ってて、で、それして、で、この三女ですね、三女は地元に残ってて、そのお母さんとずっと一緒に暮らしてるっていう、そういった設定なんですよ。で、この二人は東京に行ってんだけど、で、長女はね、学業優秀だったんで、いい大学に行っていい仕事について東京で働いてるわけですよ。だけどこの次女はね、全然成績も悪かったので、それでもね、東京に行ってるので、もう長女からね、なんであんたは東京行きたいのっていう、そのやりたいこともない東京行く意味がわからないと言われるわけですね。なのでさっさとね、地元に帰りなさいって言われるんだけど、それでいろいろまたぐちぐちぐち、いろいろまあ、だんだん口喧嘩みたいになっていくっていうね、そういった感じですね。女の口喧嘩っていうかね、女の嫌味なとこ話をずっと聞かされる、そういったドラマです。だから不思議とね、観客として見てるから面白いんだけど、まあ現場にいたら嫌だろうなっていう、そういった空気ですよね。で、今回ね、この温泉旅行に来たのは、まあお母さんのその誕生日、誕生日のサプライズ旅行みたいな感じで、家族旅行ってことで、まあ女4人でやっていきましたってことですよね。まあお母さんはね、隣のお母さんの部屋にいるわけですよ。で、本来は、まあ、長女と三女はこの部屋に泊まって、で、この次女はね、お母さんと一緒に泊まるっていう話だったんだけど、まあドラマ的にはね、この3人がずっとここにいる感じですね。まあその代わりこの3人が常にいるわけじゃなくて、まあ1人はちょっとお風呂に行ったりとか、まあ1人は違ったことでちょっと席を外したりとかして、まあ2人になったり、そういった感じで、で、この2人組もいろんな組み合わせですね。この長女と次女だったり、まあ次女と三女だったり、長女と三女みたいな、そういった組み合わせでいろいろ会話していくわけですよ。で、その時にいろんな本音とか、そういったものが見えてくる、垣間見えてきて、で、だんだんね、お互いの思ってることをぶつけ合うみたいな形にね、こうエスカレートしていくって感じですよね。で、このね、男性ですね、この青山ホール勝ちさんですかね、
この人が何でいるのかというと、要するにこの三女の女の子ですね、地元に残ってた、あの実家に残ってたこの三女の女の子が同窓会とかに行ったらね、昔の同級生とまた仲良くなって、それでまあ付き合うようになって、で今日ね、家族旅行なので、まあみんなにね紹介して結婚するんだってことをね、発表したいと思うってことを言うわけですよ。でこれをねサプライズプレゼントにしたいなんて言うんだけど、またこれで、ね、長女が切れる長女は切れるし、兄貴に結婚できない事情ですね。次女は美人なんだけど、いまいち恋愛がうまくいかないっていう、家庭の持ってる人と恋愛して、まあ、不倫関係になったりとか、いまいちねモテはするんだけどうまくいかない。で長女は長女ね、きつい性格なんでうまくいかないとかね、そういったことですね。であとね、次女三女はね、この二重美人なところがこのまた長女は気に入らないわけですよ。本人はその一重ってことで、これがコンプレックスだったりとかして、だからお互いなんかね、そういったコンプレックスとかもあるわけですね。うん、そういった話になってきます。でまあとにかくね、このまあ男性としてこのね三女をね恋人であり結婚するっていうこのね、一人の男性が入っている来ることによって、またごちゃ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 してくるわけですね。まあ一応ねその今回ね、誕生日ってことで、まああのこう旅行に来て、でとにかく段取りを大切にしたいわけですよ。長女はとにかく段取りを大切にしたくて、まあねこの後段取りどうするかという、まあね食事をして、みんな食事をした後に次女が歌でも歌って、和んだところに紹介すればいいじゃないってことになるわけですね。でそういった流れをやるんだけど、まあ実際ね食事に行ったらもうね、まあとあるね事件があってグダグダになって、まあ全然ねその結婚のその紹介もできなかったりとかするわけですよ。とりあえず物語はですね、親孝行のつもりで母親を温泉旅行に連れてきた三姉妹、長女は美人姉妹と言われる妹たちにコンプレックスを持ち、次女は優等生の長女と比べられてきたことを恨んでおり、三女は姉二人を冷めた目で観察していて、全員が母親みたいな人生を送りたくないという共通の思いを抱えている。温泉宿の一室で爆発する三姉妹の母親への愚痴は徐々にエスカレートし、お互い罵倒する修羅場へと発展していく。そこに清美がサプライズで紹介しようと考えていた彼氏高弘が現れ、物語を思わぬ方向へ。一番近い他人である家族だからこそ感じる不満や苛立ち、引きこもごもを読経とともに温かく軽やかに綴った家族ドラマの傑作が誕生したってことで、まあ本当にねこのまあ女三姉妹でそれぞれの性格ですよね。うん、それぞれの性格をこう描いた、まあ、だんだんね建前的な感じだったのがだんだんね本音を言い合っていくっていう、そういった舞台劇のそういった展開ですよね。本当にそういった感じの話になっています。まあ本当にね最終的にはいろいろあるんだけど、まあいろいろあって喧嘩もしたりとかするんだけど、まあ最後はね温泉入ってなんだかんだ良くなったなってか温泉入ったらみんな忘れちまうなっていう、そういったね、まあ、温泉万歳な映画になってます。まあとにかくね、まあ、あのお互いのね本音をとにかく吐露し合ってこう罵倒し合う、うん、そういった感じのドラマで、まあなんかねこういう三姉妹映画になるとなんかね長女はしっかり者、まあ次女がねこう、うん、不倫しがちで、三女はねなんか妙にこうモテる、ね、気質だったりするね。この間あったあのオイハンサムですかね、あれもそんな三姉妹ですよね。うん、なんかこういう、うん、形になるというかね、こういったあれなのかな、イメージなのかなみたいな三姉妹ですよね。まあ、ただとにかくこの三姉妹はその母親がとにかく愚痴っぽくて、母親の愚痴を聞かされて、母親のそのなんか嫌な感じをとにかく受けてきて育ってきてるので、まあ、そこに対するなんか愚痴と、あと自分のこのね、特に長女に関してはね、自分が結婚とかうまくいかないのは母親のせいだっていうふうに思ってたりとかね、そういった感じになってます。とにかくそういったねなんかねもう愚痴とか言葉の辛い母親の元で育った三姉妹が自分たちがどう思っているのかっていうところをねぶつけ合うっていう、そういったドラマになってます。というわけで、ね、まあ簡単ではありますけど、本日はねお母さんが一緒という映画を見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。